ながらのさすが無理だったさすがに無理だった片手じゃ無理だった、もうそういう時代は終わった気がする。ずっと前町田ランドワンは24時間だったもんね。うん、で24時間もやる必要性がない気がする。無駄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 。家帰りてえな。あの家何円なんだろう。でも壊したんだろうな。どの家。その家に出すって言ってた家、一回は土地に指定出した。そんな新しくないでしょ。どこの家に話しちゃう。あそこのこの家に出すんだって言ってたみたいな感じです。だって新築に建て直すんだ。あそっか、あ前見に行ったとこじゃなくて。あそう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 。あもう新築に建て直してたっけ。うん、特に建て直してたじゃん。あそっか。じゃあもう4000万いっちゃう。売るためにはやっぱ立て直さないと売れないからだと思うよみんな。まあね、そのままでなんかないのかな。そ平屋でいいんだけどって部屋数ある。あ、まあ、サザエさん家くれ、ね、そのままでいいからって思うよ。そんな中は別にいくらでもリフォームできるからさ、うん、つか新しくしなくていいよって思う。あのなんか風呂があまりにもひどいとかだったら嫌だけど、最低限今の状態の風呂だったら使えるけど、それ以前のものだとちょっと私無理だわ。例のあの10万の家賃みたいな、ああいう感じでいいんで。あれちょっと10万は高けえな。でもね、10万であんなとこ住むんだったら家買った方がいいのにね、子供もいて。まあまあそれは人それぞれ。まあでも子供がちっちゃいからあえて賃貸にしてある程度成長したら一軒家買うのかもしれないしね。最初から赤ちゃんでさ、一軒家っていうかマンション買ってさ、苦情とか来て嫌な思いする可能性もゼロじゃないもんね。まあ、そういう考えなんかもしれないね、もしかしたらあの人、その家の人ね。ちっちゃい赤ちゃんいるし。うん、そんな、あの近所の人たちは確かにもう、じいちゃんおばあちゃんしかいないから、いい意味でも孫みたいな気持ちで見てくれる人多いからいいのかもしれない。頭痛いよ。頭痛薬飲む？大丈夫、柴田山行きたい。ここ北大山っていうのもあるよ。ここ登山口、ここ登山口、ここ登ってみる。嫌がってるのこいつ、なこいつ嫌がってる。ねえねえねえ、失礼じゃねえ、こいつなんか嫌がってる。もうやめられちゃうか。柴田山だ。なんでママの人差し指嫌がるの。薬も飲んだし耳の毛もふさふさだったね。しないでよお前、ちょっとバカなんじゃ。お前変なこと仕込むから車乗ったらイコールみたいになってるよ。ほら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 、
そういう変なこと仕込むから。あの、あなたでもいいですか。一人一日一回だから。そうそうそう。はい、ここで寝てなっちゃい。こっち向いてるということはできるということだと思うんですか、ね、あ、動いちゃったですか。僕も動きたいですか。動いててもできるですか。一人で空中浮遊んするからな、こいつ余韻で。どうしたの僕。尻尾振って喜んで。いてててててて、お前爪、爪痛い。すんげえ力だな、こいつ。痛いな。小型犬でこの痛さだよ。まあ、大型犬とか中型犬で同じことされたらめくれるわ、皮膚。台東メモリーズ台東ステーションへゴー。あと下巻だけ欲しい。台東のやつ、台東アプリ通知オフにするの忘れたから、景品の告知がポヨンポヨン書いてる。どうしかったっていうか、ポイント理論になっちゃった。だからワンモアクーポンと無料券でクレーン遊べばいいんだって。クレーン遊ぶ。だから100円で取れるやつやればいいんだよ。あれ、チンアナゴってある？ない。あれさ、結構取れるんだよな、お菓子。あれ、俺好き。確実に取れるもん、あれ。どんな下手でも。まあ、100円じゃ取れるの難しいけど。昔めっちゃ取れたよね、100円の。アイスランドみたいなやつがすごい。あ、ドーム型のやつ。スイートランド、それそれそれ、あれの2だっけ。今最新4でしょ。1初期だか2だか。俺が幼稚園の時めっちゃやってたもん。で100円で4回まで来たじゃん。いや、それはだって店がそういう設定してからできたんだけど。昔だからでしょ、バブリーだったし。1900、建物ももったいねえな、修理されてて。そんなもんね、くれ。変な時代だよね。で、家欲しい人がさ、くれてたらくれるわけもないじゃん。所有者貸しますみたいな。で、すげえ高い金でさ、渡すわけじゃん。だから変な話だよ。だからもう貧困時代に入っちゃってるから、今非常に、うん、だから一人握りで本当に今金持ってる人間になって。痛い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 。それこそ今まではそうでもなかったけど、今またあれじゃん、その本当に都心寄りとかさ、港区に住んでるとか横浜住んでるとか、そういう人ぐらいで金あんの。で、多分そういう風になってる。また痛いな。一時期そんな変わんなかったけど。何してんの。はい、しましょうしましょう。お前な、すごい必死だな。ちっちゃいくせに、足短いくせに頑張って。でもこの服着るとポポ少し足長く見えるな。ポポ痛いよって。ポポこれ警察に怒られるしないよ、バカ犬。寝てろおめえは。停車待ちは5人抜ください。無理じゃん。
舐めてんのかこのまま。書けばいいだけの問題じゃないじゃん。